こにこハロー、ゆでーす。はい、今日はですね、さあ、ここは超久しぶりに舞浜方面に来ました。舞浜といえば東京ディズニーランドシーがあるところですよね。はい、ということで来ました。はい、今日はめちゃくちゃ暖かいっていうか、風がなくて過ごしやすい天気なんですけど、はい、でもディズニーランドには行きません。ここら辺でうろちょろしようかなって思って、はい、散歩がてら来ただけなんですけど、じゃあ可愛い子とか見つけたら声かけてみようかな。よし、じゃあまずは、ランチしていきたいと思います。はい、ディズニーの、ここは入り口の通りっていうのかな、でこっからダーって来ました。何も買わずに。すごいね。こっちもこっちも。どう？はい、じゃあ行きましょう。なんか夕日に照らされる感じもいいよね。映える？可愛い子に出会えたんですよ、皆さん。超ディズニーファンで、なんかもう見た目がもうね、びっくりするぐらい目立ちますよね。どう？ちょっと何個か質問して、はい、いいですか。はい、じゃあ、はい、大丈夫です。どこから来ました？埼玉から来ました。埼玉結構近いよね。1時間ちょっとで。そうだよね。はい、かわいいね。あ、そうです。こっちバッグは今日買ったんだけど。そうそうそう、40周年です。そうですね、40周年できたと思います。あ、そうです、そうです。今日が初の、40周年だった初の。あ、そうなんですね。はい、一人で一人行ってました。いつも一人で。結構一人のことが多いですね。そうなんですね。はい、なんかさ、友達でとか、カップルでとかって。友達とも来ることもあるんですけど、やっぱ一人、そうですね、ショーとかずっと座って待ってたりするんで、意外と一人のが融通が効きやすいので、何時かな。今日はここに着いたのが6時40分とか。6時って今夕方の5時だ。朝並んで、朝並んで来ました。やばー、始発で。で、なんで、目的は？あ、もうショーを見るために。ショーを見るために、はい、ショーベースでやってるショーが、はいはいはい、朝早くから並ばないと自由席がすぐなくなっちゃう。そうなんだ。朝一で。朝一で、はい、すごい。何年ぐらいの感じですか？ 2,3 年ぐらい。 2,3 年、はい、2,3 年でこんなに。すごいな、ディズニーの力すごいな。ねえ、可愛らしいですね。いや、ありがとうございます。ねえ、見て、このバッグ、これ見て、すげえと思って。グーフィー好き。あとマックスなんです。あれグーフィーじゃない。グーフィーの息子の、ね、息子くんで。息子いたんだ。そうなんです。これもマックス、はい。超すごいファンですよ。グーフィーしかね、おまな。似てるんで、似てるよね。間違いやすいですよ。そうだよね。ね、かわいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいね。まず一人目ってことで。ああ、そうなんですね、はい、これからじゃあまたいろんな人に。あ、なるほど、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、ちなみに中には入っておりません。手前までしかいませんけども、今回はね、帰って仕事があるので。はい、でもね、満喫できた気がする。それだけでも不思議だよね、ディズニーの力って。マジ で以上、舞浜からでした。終わります。